土屋光一は、明治時代から昭和時代にかけての浮世絵師、版画家。小林清近の門人。明治3年、土屋熊次郎と安野次男として、現在の静岡県浜松市三島町の農家に生まれる。名は光一、または光一とするものもあるが、遺族によると左平が正しいといい、これらの名は入門後に通称として付けられたとも、推測される。 こ一は清下から与えられた号で、他に、正男清大鳥など。明治17年14歳の時に上京し寺に、入るが、住職が、坊主には向かないと見抜いて、松崎秀明堂という半小屋の弟子になる。しかし土屋は絵描きになることを絶望し、そこに出入りしていた大帝金賞の紹介で、明治十九年の十六歳の時に清近のもとに、 入門した。門人の中でも最年少であった土屋は、小林家において、家族同様の扱いを受け、清近の画業の手伝いをする傍ら、小林家の子守などの家事全般にも勤しんだ。一行、明治35年に、清近が26神宝事件により一時未決館に入れられた際も多くの弟子が去ってゆく中で、田口米作、三立空と共に残り、 明治37年まで小林家で生活の苦を共にしている。明治28年までに広一の画号を用いて木版画を出版した。この頃の作品として確認できるのは明治28年に日清戦争を描いた講和手段版の図や万々在外線の図などの4点だけである。二十年近くを内弟子で過ごすのは期間が長すぎ作品も 少なすぎるが、これは、絵師修行のうちで死というより、家事を全くしない、清地家の代わりに、小林家の障害、家事、大工仕事まで受け負う、秘書役をしていたからだという。一方で、清地家画もよく学び、清地家の意向により、石板画の技術も身につける。明治33年頃に、大手金商婦人の妹で、日本舞踊家、花柳寿樹太郎の姉、 西成都と結婚して小林家を出るが、その後も清下を支え続けた。明治31年から明治37年に小聖堂から反抗された教育歴史が第1週から第3週や、明治35年から明治36年に反抗された教育立身がなどの作例が見られる。しかし、明治44年につまりとに先立たれ、翌年には、 清近夫人の吉子の死去。清近も大正4年に亡くなり、相次いで家族と、家族同然の人物を失った。自身も六幕炎を発症するなど、病気がちで、石版画家の道を諦めざるを得なくなった。大正7年頃、鈴木マスと再婚する。大正9年に、マスとの間に、長女マサを設けるがマスは、同年に病没した。土屋は、 東京市芝区高輪に暮らしていたが、大正11年から、防災の協議、神奈川県茅ヶ崎市南湖に移り、以後亡くなるまで同地に住んで、捜索活動を行った。翌年関東大震災に遭い、苦難の日々が続いた。しかし、大正13年に、マスの妹豊と三度目の結婚をし、落ち着きを取り戻す。震災後から、 昭和初期までは中国へ輸出用の憲法軸装画を熱心に描いて、ここをしのいだ。昭和6年、小林清地香を17回帰記,記念展覧会を開催していた渡辺昭三郎と出会い、その場を手伝っていた土屋は渡辺から工具を受けて、新版画を描くよう進められる。翌年、渡辺版画展主催の第三回現代創作木版画展覧会において、 祇園の夜桜、大阪城の月夜の2点を、試作反抗し、60歳を過ぎてでの新版画家としての、デビューとなった。翌昭和8年より細版風景画、奈良猿沢の池、雪の片田浮きみ堂、日比谷の月、弁慶京などを、土井版画店より、昭和11年からは、東京風景12枚を、同じく、土井版画店より反抗しており、気を近張りの風景版画を残した。 その後、昭和16年頃まで、東京直見堂、堺川口豪藩、川口小会など、各藩元から新藩画の作品を発表していった。東京直見堂から発表した、基藩画として、昭和5年代の横三つ切れ藩、宮島、天橋立、松島などが挙げられる。昭和11年9月、下関関月京を、馬場信彦の元から発表した後、 昭和16年6月まで、大判16枚などの作品を反抗した。昭和9年、加藤順次製作、現代版画家版譜に、後一は、前頭のランクに記載されている。しかし、戦争が激しくなると、中国向けの肉質画が途絶え、アメリカ向けの風景版画の販路も立たれてしまう。そのため戦中から終戦後間もなくは、 遺族の求めで戦死者の肖像画を描く。その後は、縁起物や、床の間用の掛け軸を描き、特に正規を得意としたが、昭和24年11月13日、何個の自宅で肺炎により79歳で没した。平成9年には発見された、数点の遺品が、土屋の遺族より、茅ヶ崎市美術館へ寄贈されている。 受け輪し団判の図大版3枚続日式え1895年2月に、広島県庁で行われた、日清戦争の受け輪交渉を描いたもの、新田義貞生田林の戦に、お手を山田光家、義貞の身代わりとなる葛西大鳥人資源が、1900年5月4日、石版小聖堂版、奈良幸福寺、名古屋城、ウィキメディアコモンズには、 土や光一に関するカテゴリがあります。ありがとうございます。